はい、皆さんこんにちは。今回は在日有名人の方をご紹介いたします。金久美子さんです。金久美子さんは日本の女優、長野県出身、在日韓国人3世で、日本名は金村久美子さんということで、調べたんですが官報に載っておりませんでしたので帰化されてない方のようです。で、本に載っておりまして、100人の在日コリアンという本に載っておりまして、この本は領地会という会が出版しております本で、その領地会に名を連ねる方々は名士ばかりで、日本経済新聞記者の方、 NHK の方、毎日放送の方、朝日新聞の方と、このような名士の方々が出された本ですので、確かであると判断いたしております。で、この本の中ですね、金久美子さん、俳優、自分らしさを表現する自立した女優、舞台の上では自分の生き方がどうであるのか、そのまま観客に見えてしまう、まるで人間修行のようなところがあります。それが怖くもあり面白い、だから続けてこれたのだと思う。そういう彼女は演劇を始めた最初の頃から演劇と自らの生き様とを重ね合わせて考え続けてきたようだ。演劇への執念、小学生の時すでに校内の放送ドラマを自作自演したこともあるという彼女は、高校の演劇部員の時代に芝居の魅力に引き込まれ、演技に対する情熱は日増しに募るばかりだった。高校は厳しいしつけ教育で有名なミッション系の学校だったが、寄宿舎生活を送っていた彼女はこの時期に自己の内面を見つめる機会を多く持つ。自分とは一体何なのか、自分のアイデンティティを求めて地の世界をさまようその道に彼女もまた例外なく迷い込んだ。演劇に大変興味を持たれまして、たところがご両親が反対されておりまして、在日韓国朝鮮人の2世としてこれまで苦労して3人の子供を育ててきた親の子を思う気持ちとしてはある意味当然の反対だったということで、しかし演劇に対する大変強い興味がありまして、黒色テントに入団されまして、で、金久美子さん、はこちらで、活動されまして、黒テントでの演劇活動はそれなりに充実したものだったが、劇団の目まぐるしい公演スケジュールの中で自分をどう表現するのかということに行き詰まりを感じるようになる。在日3世である自分の表現とは何だろう、こことは違う外の世界を見てみたいという思いがあった。新たな出会いを求めて黒テントを休団されまして、1年後ヨーロッパや韓国を旅行されて、で、戻ってきまして、日本に戻った彼女はさまざまな出会いの後、日本の演劇界に新たなエポックを作った新宿梁山泊に参加されまして、で、ここで活躍されて新聞や雑誌などマスコミに多く取り上げられまして、で、この方なんですが、今や誰もが知るところになったということで、女優として成功されたようです。1958年長野県生まれ、黒色テントに入団されと、ウィキペディアに書いてある内容と一致しておりますので、ここに書いております内容は確かだと判断いたしております。舞台にたくさん、黒色テントの時代にたくさん出演されまして、新宿梁山泊の時もたくさん出演されまして、で、映画もこちらもたくさん出演されまして、あとテレビですね、テレビドラマに各放送局で NHK も出られて、日本テレビもたくさん出られておりまして、 TBS とフジテレビ、テレビ朝日とテレビ東京、民放の番組は全部出てるような印象ですが、たくさん、ドラマで俳優として活躍されておりました方です。第35回アジア太平洋映画祭最優秀主演女優賞と賞も取られております方です。日本のテレビドラマにたくさん出演されておりまして、帰化されてない在日の方として日本の女優として、たくさん活躍しておりましたところを見ても、日本の芸能界は
在日非華人ばかりであるという裏付けの一つになると思います。また、在日非華人の影響力が大変強い業界だとも言えます。また今後も見極めていきたいと思います。今回は、金久美子さんについてご紹介いたしました。以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。